皆さんこんにちは、なるほど店です。今日は迷路オンラインのキャラクターガチャ回してみたいと思います。さあ2万コインでチャレンジしたいと思います。何体キャラがあるか分かりませんけど、さあ最初はウサギちゃんですよね。さあ行ってみましょう。さあ、おお、星3ですか。体力2あるの嬉しいですね。まあ1でしたらちょっとすぐやれちゃいますけど、あ、視野が広いとかいいですね。お、泣いていらっしゃるピエンですか。お、こちらあ、同じキャラですかね。なんか泣いていません。あ、違いますけど。さあ星2ですね。保有スキル蛇召喚ってあるんですね。ブロックアリ人間、鍵観察。スキル私ちょっといまいちピンとこないですね。結構ライブ配信とかさせていただいてるんですけど、何回かなんかスキル、あ、なんかありますね。確かにウサギちゃんダッシュでしたね、そういえば。お、こちらもウサギちゃん、あ、保有スキルなしと。さあこれで下の方も、もうすでに回してたんですけど、見ていきますか。そう、強化成功すると、レインボーですね、こちらになりますので、いいですね。さあ最初からちょっと見ましょうか。ウサギちゃんダッシュでしょ。スキル無料スタート。すごい。鍵観察いいですね。2つ持ってるスキル、やっぱ星がたくさんあるといいですね。この間に強化とかたくさんしてからあれしますか。皆さんのライブ中に絶対負けないようにしますか。あ、シールド体力プラス1と、まあいいですね。あ、ここに右側の矢印を押すとあれなんですね。基本速度増加パッシブ。あー、いいですね。これスキルが見れるわけですね、多分。全パースって何ですか。基本ブロックを除外したすべてのブロックを、すごい、パースありますと。パルスじゃないですね。パルスで。削除の仕方はあれなんですよね。この前、動画を出させていただいたんですけど、このゴミ箱マークでできますので、まあでも体力がやっぱり多くないとですね。体力、私3とか昔持ってましたけど、まあ、体力回復がある。すごい。30秒ごとに、体力回復するんですか。ダブルゴールド。あ、いいですね。ヘビを召喚しますと。まあ、でもちょっと体力少ない方はちょっとあれですかね。アリ人間、しばらくとても小さくなりますと。すごいスキルですね。あ、鍵の位置表示されるのってかなり良くないですか。でも、あれですね、体力1ってのが気になりますよね。さあ回してみましょう。強靭、体が多くなって大きくなって走り、速くなると。大きいほど障害物に当たりやすいってことですかね。まあ、削除してると。体力3が欲しい。おお、体力3。あとが残ります。あー、迷路迷わないためのなんかあれですかね。ヘンデルちゃんとグレーテルちゃんみたいな感じですか。あ、ちょっと待って、二重の方私消しちゃったの、違って。さあ、紙人間、紙のように平坦マスってね。あ、でも体力さんはいいですね。さあ、やっぱり、レンボーちゃん私消しちゃったみたいですね。まあ、強化はまた強化の動画を出しますからね。何も持っていらっしゃらない。さあ、広い視野。まあでもこれ鍵があれば、鍵スキル持ってたらいいですからね。ああ、でもゴール目指すときにあれですか、どう行ったりかわからないっていうのは確かにありますね。頑張ってゴールの近くまで来たけど行き止まりだって、また最初の方まで戻らないといけないとかですね、まあ、そういうこともありますからね。さあ今画面では遊んでいらっしゃる方いらっしゃいますけど、すごい、イクミさんですか。星マックスですね、よく見たら。すごい。あ、こちらの方もレインボーオーラですごいですね。
いやいつか星マックスで行きますよ。おお、こちらの方いいですね。いいですけど、あれですね、体力プラス1ってのはあれでしょ、元のこの体力ハート1個に対してもう1個増えるってことですかね。じゃ実質体力2ってことですか。さあ、キャラクターの種類はどれぐらいあるんですかね。早くゆっくりってこと、逆移動速度が、あーなるほど、ランダムってことですね。完全にシールド持ってる方も多いですね。でも全パースはなんか面白そうですね。さあ、体力2の方もちょっと一旦消しますか。ダブルゴールド、お、火抵抗初めて見ました。あ、火結構厄介ですからね。積もっておきますか。ダッシュ、ダッシュもですね、やっぱスピード勝負ですからね。こちら早くゴールした人が勝ちですから、ダッシュもなかなかいいんですよね。星、ハート3つでしょ。鍵観察もいいんですけどね。無料スタートいいですか。ウサギちゃん消せるんですかね。あ、この子、あ、消せましたね。さあ、当たって、パッシブクールタイムじゃないときは全ての被害を止めますと。あ、これもいいですね。シールドを持っていらっしゃる。わあ、どの子使ったらいいですかね。迷いますね。鍵観察の方は1人いらっしゃったらいいから、何も持っていらっしゃらない。さあ、キャラクター何体いるんでしょうか。全く分かりませんけど、たくさんいらっしゃいますね。なんか図鑑とかあったらいいですよね。キャラクター図鑑とか。翼、翼を授け、しばらく飛行が可能ですと。無敵じゃないですかこれ。ちょっと面白いですね。ダブルゴールドがなんかあれですね。私はもう広告でコイン見させていただいてますからね。鍵製作術、もうどんどんすごいキャラクターが出てくる。一回に鍵って鍵を製作するのが一番最後のマップでしょう。体力3つもあるんでしたら、あれでしょう、もうウェポンで速度 10% アップ、すごすぎませんか。ちょっと、じゃあちょっとスキル持ってない方はやっぱなんかあれですね、持ってないと遊び心がですよね、湧いてこない。ステージ保証アップ、あーなるほど、いいですけど、いやもっと面白いスキルが欲しい。翼を授けると、まあ、あとは強化してレインボーにすればいいってことですよ。さあ、非抵抗どうしますかね。紙人間でしょ、まあ、紙人間でもいいですか。ちょっとさあ、保有スキルがないと。あ、ジャンプ、ジャンプしますと。でも翼があればあれですからね。あ、でも何回も使えるとすれば結構いいですね、ジャンプも。あと体力があればいいんですけどね。トゲ落とし穴を設置しますと、ちょっと面白そう。まあ、ダッシュはウサちゃんが持ってるから変えますか。なんかライブ中になんかいろんなキャラクター使ってみると面白いですね、これは。でも途中でキャラクター変えれましたっけ。変えたら面白いですね。まあ、さすがに変えられないでしょう。最後の最後で影制作キャラに変えたら簡単ですからね。ミロにある経験値数を 50% もらえますと。あ、レベル上げたい方とかいいですね、こういうのは。まあでも欲しい、ハート1個ですからね。まあ、もうちょっとランク高い方ですか。星の数多い方が多分あれじゃないですかね。あ、ジャンプで体力2だから、ちょっと残しておきますか。火の抵抗、スキルないのはですかね。
いや面白いですね。なんかガチャ回すだけで楽しい。さあもうちょっとで5000コイン使いますか。さあ他にはもうないですかね。スキル広い視野でしょ。体力もハート3が今のところ最高ですね。キャラクター観察、ああ他のよしや。でも3秒見てる間にあれですよね、遅れとるからなんかあまり見なくていいですよね。さあでは5000コイン使いました。他のスキルはもうなさそうですかね。ハートも3と。さあではあとランダム体力、能力と関係なくランダムで設定されますと、じゃあ最高4なんですか。1から4って書いてあるから多分そうですね。お、カビじゃあカビじゃなくてヘビ神話力、あそういうことですか。ヘビさんな友達みたいな感じですか。お、新しいの出ましたよ。鋼鉄皮膚。あ、このトゲ落としでダメージ受けないと。なんかいろいろありますね。おお、体力4出ました。すごい。わ、これはもう、これだけでも勝ちそうですけど、観察能力ありますね。わ、これが星4に対してもうちょっとあれですよね。いいスキルがついてるキャラが出ればいいってことですか。お、火を召喚する。でもこれ自分も多分ダメージ負いますよね。このアイテムとかでトゲトゲとかも置けますけど、自分もダメージ受けますからね、当然ながら。だからゴール手前とかで置くんですよ。するといいですよ。高い体、このキャラクター削除するとき500ゴールド、あ、だからですね、さっきなんか500増えたんですよ。増えました今。なんか増えなかったような気がしましたけど。踏むと5秒間動けないトラップを設置しますと、これも面白そうですね。ブロックパーソン面白いんですよね。さあこんな感じでいいですかね。いやもう13分回してますよ。さあそれではですね、今回の動画ですね以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらですね、なるくんのチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。お、キラキラ、キラさんじゃない、キラキラさんですね。キャラクターがキラキラし、キラキラするんですね。まあでもレインボーオーラだったらキラキラしますけどね。じゃあ消しておきましょうと。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。